自宅前に立つ山本雄造三鷹市、山本雄造記念館は、東京都三鷹市下蓮尺二丁目にある公立博物館。昭和初期に三鷹にて暮らした作家、山本雄造の生涯や作品を紹介したり、展示やイベントを開催したりしている。なお、同館の建物には、山本が1936年から1946年まで家族と共に居住した。 大正末期春光の洋館がそのまま利用されている。1919年には吉祥寺駅ができ、敷地周辺は未来の頭田園住宅として開発され、1923年の関東大震災以降、東京郊外への住宅移転が盛んになり、東京女子大学、整形学園、明星学園などの教育施設が周辺にできた。 山本雄造一家が居住した洋館もその一角にて、当初は商社役員や大学教員を務めた実業家、清田隆之介の住宅として建てられたものである。清田は1918年に土地を購入し、1926年に屋敷建てた。その後、清田が1931年に実業界を退くと、住宅は競売にかけられた。 山本雄造はその頃、武蔵野村の吉祥寺に住んでいたが、家が手狭になったことと、住宅の周囲に家が建て込んできたことから、著述のための静かな環境を探していた。そして、三鷹村下蓮塾に立つ清田の旧宅を訪れると、そこを機に、入り1936年に購入した。転居後の山本は、同宅にて、土房の石、米百俵を執筆している。 三鷹の山本邸は、戦時中の5回にわたる空襲による被害を免れたが、戦後の1946年に新中軍に接収されたため、山本一家は転居し、その後同宅に戻ることはなかった。1951年12月に新中軍の接収が解除された後は、1953年3月まで国立国語研究所三鷹文室が置かれた。 1956年9月に山本が敷地と建物を東京都に寄贈した後は、1958年1月より東京都立教育研究所三鷹分室、有造青少年文庫として長期間使用された。1985年に三鷹市に移管され、1996年から三鷹市山本有造記念館として使われている。 2018年2月10日、三鷹市による改修工事が行われているが、クラウドファンディングが費用の一部を賄う目的で実施された。目標公募額は300万円で、期限の2月末前に目標額を突破した。寄付の内訳は、市民51人、その他27人、ふるさと納税の対象で、寄付者には年間パスポートやオリジナルグッズなどを送る。 2018年4月1日、大正末期の建造から90年を超える老朽化が進み、指定有形文化財として保存活用を図っていくための改修工事が終わり、リニューアルオープンした。大正末期に建てられた洋風の住宅で当時流行していたフランスの建築家フランクロイドライトに影響され大正が取り入れられ、様々な建築様式が融合している。 個性的な衣装を施された三つの暖炉や自然風に大谷医師が積み上げられた煙突が見どころである。希少な建築物として1994年に三鷹市有形文化財に指定された。建物の南側には有造記念公園があり、四季折々の緑と花を見ることができる。武蔵野の玉川上水に沿った敷地の入り口脇には、 山本雄三が路傍で見つけた石が置かれ、そこから玄関に向かうと、大谷石を積み上げた暖炉の煙突が目立つ、大正末期の洋風住宅が見える。この大谷石は、暖炉の壁だけではなく、建物の足元にも張り巡らされているが、風化が進行したことから補修され、樹脂コーティングされている。建物内部は、山本邸として使用されていた間取りが保存され、 常設展示と企画展示に利用されている。2階の山本が書斎として使用されていた和室が、月屋風の和室へと復元されている。保存に関わった鈴木博之は以下のように述べている。歴史ある建物を誰が管理して運営するか。これは、極めて重要なことです。山本雄造記念館が、地元の三鷹市が住まい続けていることは、建物保存上も、 運営することの重要性を教えてくれた理想的な形だと思います。鈴木博之、保存言論日本の伝統建築を守るマイナス、沢崎秋春、市ヶ谷出版社、2013年。ありがとうございます。